わーオーデンマシンだー結局なんかオペラ調のこれ、あ二段階ぐらい抜けてますか。二段階いってましたね。要するに、本当に、わかりました。よくわかります。火星体で抜けたやつを、火星体を解き放ち、その星体を抜き放ち。この番組は、今日のスポンサーのテーションだお送りします。さあ、皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスノリーさん、マホンと、そして、はい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日も元気に、はい、リアクション動画をやっていきたいと思っております。やってます。そう、やってます。やってます。他にもやってます。やってます。そのうちの今日1本でございます。はい。けれどもですね、これちょっと半分恒例になってきてるんですけども、うん、アドさん。ああ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、アドさん、なんか、どんどん、やばくなってる。より。そうなんですよ。そうなんですよ。そうですよね。なんか僕らも毎回なんかちょっと絵が積み上がってますよ、ね、そうそうそう、もうないでしょ、もうないでしょ、まだあんのみたいな感じを繰り返している新曲が出たんですよ、はい、なんせ出たし、ライブも映像も今回出てしまっておりまして、はい、そうですよね。それを今回、声帯の専門家リー先生、ボイストレーナー、はい、私の方もですね、マニアックな目線で徹底的にやりましょう。徹底的にちょっとこう、はい、観察眼で耳で聞いていきたいと思っておりますんで、はい、満載ですよ、ね、満載なんで、まあ、満載すぎてめちゃくちゃ時間かかる可能性ありますよ本当に、うん、飛行機が間に合わない可能性あら、でももうこっち優先しましょう優先の高めで、高めでお送りいたしますのでですね、はい、ぜひアドさん好きな方はもちろんですね、ボイトレ頑張ってる方とかも非常に参考になる内容だと思っておりますので、うん、ぜひ最後までご覧ください、このチャンネルではこんな感じでボイトレ関係の話とかリアクション動画とか日々アップロードしておりますんで、チャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。さあ、うん、ショーというね、ショー、これ武道館ですか、うん、大舞台ですね。あ、そうなんですね。やってた、ちょっとじゃあ夏、そかそかそか、夏の終わりに響き渡ったこの究極の歌声を、こっからバズりにバズるという。あ、そうですよ、はい、めちゃくちゃバズってますよ。みんな踊ってるでしょ。あ、みんなもう日本中で今踊ってますよ、はい、今もね、その辺もその辺でみんな聞きながらこう踊ってる。あ、そう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 、忘れたわけですよ、はい、そうですそうですだもんで、ちょっとこれを聞いていきたい。わかりました、はい、これやばいんだろうな。うん、新曲です、聴いてください。聴きます。あ、これ初披露だったのか。なるほど、なるほど。え、そりゃやばいっす。 OK! 竜松独壇場 Listen, listen! あー、ここだけでも竜松がノリがいいっす、ね、ここだけでもいける。ご飯を何杯でもいける。すごいっすね、キレが、まあ、キレがね、うん、と、この歪みの種類、うん、これ一旦これもうちょっと聞きましょうか。はい、もう解放しました。確かに。なんか、リミッターを。いや、ほんとに。ね。いや、すごいな。いや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 、なんかもうすごいですね。今の、ショータイムの、タイムのところって、ね、歪みにもあるし、うん、まあ、もうシャウトっていうか、スイングというか、なんかちょっとホイッスル感すら感じるような。抜け感がすごいというか。キュッて細いの抜けてきましたよね、うん、なんかね。これって変えれんかもしれない。いや、ほんとにそうかもしれない。ここまで、お、このガナリは、うんうんうん、最近アドさんが多用してるような、うん、細かい感じのガナリよりもちょっと厚めなんですよね、うん、そうですね、3割ぐらい厚め。これだから火星体感、火星体感が結構強いかなって、うんうん、で、そっからだけどそうそれで終わるとうんって思うんだけど、うん、そうそうそう、だからヒュンっていくからだからこう、うってなるんです。そうそうそう、びっくりしちゃう。なんかびっくり箱っすね、本当に。おもちゃ箱だわ今のところもなんかよくわかんないし、ヒャーってやってるところがすごいな。ね、あ、戻るんだ。この最初に鳴らしたこの高い位置。そうですね。はい。だからヒャーってやって、これは呼気が相当出てますね。そうですね。これだからライブね、多分もう幸いにもここにいた幸運な人たちは多分わかると思うんだけど、ハイパーラッキーです、ね。この感じからすると、はい、めちゃくちゃ音量出てますね。爆音だと思いますよ。やば。声帯がここにあるっすよ。呼気がここにあります。あ、確かに確かに。ね。声帯に対して。そうです。もうめっちゃ出てると思う。出てますよね。はい、出てる出てる、うん。そうじゃないと、これは、このつながりはできないもんな。うん、うん。この曲難しいんだよ。これ初披露でこれでしょ？そうですよ。ごめん！おう、あ、おう、おう、ここ、もう散々解説したやつです。そうです。うわ！うわ、なんか、深め。そう、かつかつなんかヒュン、今ヒュンって、これはですね、はい、
もうすごいことやってるんですよ。いや、確かに確かに。その、今までシャウトのポジションで、ちょっと上に、そうですね。でも、そこの、がなりのコントロールに、僕らを油断させておいた。確かに確かに。その後、いきなり今度は、深めのところで始まって、しかも、そこでじゃあ、深めかって、びっくりしたって、そのまま終わらない。確かに。その後、正解で、地声と裏声での、この、ヨーデル。ヨーデルね。完全にヨーデルですね、これ。もう、いきなり来るんで。いきなり来てますから。これまだ、30秒。この満足感。こっから下がって。いやむずこれ。え、ちょっと待って。こんな引き出しってあったんですか、もともと。これ、あったんでしょうけど。まあでも、解放したんでしょうね。解放したんでしょうね。無限にあるでしょうか、すごいですよね。組み合わせ。結構、深めにこのヨーデルしていく。のは確かにです。しかも、ちょっと低めなんですよ。うん、低いですね。ヨーデルって、地声と裏声の変換なので、そうですね。もう少し高い方が多分、やらない、やらない、この辺のが。やりやすいんですよね。うん。ああ、とかの方が、やりやすいんですけど、これ結構今、深め低めなんです。深め低めですね。隠れ難易度、これ高いやつです。高いかもしれないですね。支えが結構効いてないと、これ。あ、そうっすね。本当にひっくり返っちゃいますから。そうなんですよ。戻ってこれなくなっちゃう。これ、ヨーデルでまさとひっくり返しですけど。そうですね。これは地声に戻るのが大変なやつだな。そうですね。すごいな、これ。しかも連続だからな。ここが高い。ここが今度高い。高い。高っ！ドア！ああ！はいはいはい。何役やるの？ちょっと何役？ああ、オーデンマシンだ。結局なんかオペラ調の感じが入ってくるんだ。これあれですか？忙しい？オムニバスですか？オムニバスですよ。ね、編集した？すごいですね。こう箱を上げたらまた箱出てきて、確かに確かに。どん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 出てくる。マトリョーシカまたなってます。本当に。すごいな。そうそう、マトリョーシカ。そうそうそう。久々に聞いた。すごいですね。本当に。まばたきしたら違う人が歌ってますね。そう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 。そういう感じしますよ。なんか5人ぐらいで歌ってるね。そう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 。すごいすごいっす。一人ミュージカルや。ああ、すごいわ。ここも新しい。え、ちょっと大人な。あ、多分ですよ。ここが。こうそうそう。うん、これが軸ですよ、ね。そう、そうなんですよ。同じことやってました。これが多分アドさんのそうノーマルなんですよ。そう、そう。真ん中ね。ちょっとその一般よりもちょっとローですけど、ここが多分アドさん一番気持ちいいところなんですよね。この軸足があるからこそ、そうね。いろいろいけますから。そうです、そうです。これあのバスケのこの何ですかね、ピボットみたいなやつです。こうね、ここでしかこうだったら無限にいけるってやつですね。そう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 。あれでよくファール取られるんですよね。バスケ部厳しいですから。そうかそうかそうか。鳴らしてくるんですよ。ちゃんとやったよって言うんですけど、アドさんは大丈夫。アドさんはできます。アドさんもできてます。軸がバッチリ。そうそう、もう絶対受けないんで、注意が笛吹かれないんで。はい。これ素晴らしいっすよ。はい。次からここね。ここ。ああ。ちょっと待って。サビ前ね。そう。でサビ。うん。うん。これ裏声も混ぜたでしょ。まあそうですね。柔らかいんだ。これね。地声との境目が、うん、なんだろうな、その、呼吸量の境目がないから、なるほどなるほど。ちゃんと強く、声になってますよね。声帯に向かっていく、この安定感がある、うん。そうっすね、そうっすね。ですよね。ここは変えてないで、はい、ここで操作してるんで、ね。そうなんですよね。ここが変わんないから聞いてる気持ちいいんすよね。そうそう、だから、これ結構、ゴダザンの特徴かもしれないですけど、いろいろいけてるんですけど、うんうん、この、呼吸に関して常に抜けてますよ。そうそうっす。もうずっと同じ。はい、僕、壁当てってよく言ってるんですけど、うんうん、もうずっとこういう状態なんですよね。ここでずっと歌ってるって。なるほどなるほど。ここで歌ってるとダメなんですよ。安定しないですね。そう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 。ここで歌ってるから、もうこすらずさせてるだけだから気持ちいいんですよね。そういう感覚なんですよ。いやそうですね。間違いないと思います。そういう感じでここやってますね。ずっとここはなんか、アドさんのやっぱ、スイートスポットで。本当にそう。だから、サビだから。そこをサビに持ってきてるっていうのも、これは大事なところです。いや、本当に、サビ前サビは、ここでやっぱ説得力持ってそこが自分だっていうところでの勝負ですよね。やってますね。ちょいちょいがなったりしてますけど、そのがなりも、その、レギュラーポジに乗せてる感じが。もう軸足にあるかなりですね。そうですね。これ軸足かなりだと思います。軸足かなりって何やねん。なんで今作ったこの言葉。軸足かなりですよ。ああ、これ。いいっすよ。これですね。どっしりした？どっしりした？ここね。そう。まあ、裏声もそうです。軸足かなり。軸足裏声です。そう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 。便利。あ。
サビが終わりましたね。ちょっと可愛いらしい。巻き舌みたいなね。これね、難しいですよ。むずいんですよ。はい、これでも僕一番、好きなタスクの一つです。あ、わかります。タングでね。ブルルルルルルっていうのが、いろいろなタスクがある中で、はいはい、敬遠されがちなんですよ。いや、そうなんですよ。うん、まあ、一応わかります。そう。難しいです。難しいですか？難しいです。でもこれできたらね、いろいろ展開が広がる。いや、そうなんです、そうなんです、そうなんです。リンクさせやすいんですよね。うん、なので、例えば今のところでも、はい、割と高音での巻き舌だと思うんですよ。本当に本当に本当に。はい。そこでそれができるっていうのも、うん、これも、もう、テクニックというか、そう。もう歌声にしてますもん、これが、ね。それこそさっきのその、うん、呼気の量が一定なんで、できるんですよね。うんうん、ああ、なるほど、ね。この辺のタスクも、うん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 。ちゃんと抜けてるから。はいはいはい、はい。素晴らしいですね。ごめん。こうですね。ブルーってですね。ブルーって高い。これ結構厚め。その長いのところすごかったですね。この、なの感じからがに向かって、一回掘ってますからね。うん、ああ、なるほど、なるほど。いやちょっと、ね、もう一回聞きたいな、そこ。泣くわーいって泣くわーいってやってますね。ここめっちゃ長いですから、ね、ここが実際ここ長い一周しましたよね。あ、しましたね。泣くわーいってやってますね。そうこれかっこいいですね。これすごいな、うん、舐め回してますよ、こうもうこうね、かじゅう回り回る感じ。そうそう、バリウムみたいな。そうそうそう、全部取れますみたいな全部行き渡ってるみたいな。ちょっとバリウム強一のツボ。バリウムみたいな。医療ギャグね。そうそう。ありがとうございます。わかりやすいやつ、ありがとうございます。あれ、へばりつくんで、ね。そうそうそう。はい、すいません。すごいわ、これ。病院わかりやすいんですけど。そうですよね。医療ギャグ。はい、すいません。ここ分厚いっす。硬い。あ、ちょっとウィスパーっつうか。エッジーな。え、ってか、これ出たらダメなんですか？そういうルールなんですか？すごい、いやいや、わかんない。すごい出てますね。大丈夫なんですね。出てますね。なるほど。出てますよね。はい、ね。出ちゃってます。あ、出た。出ちゃった。ぴょんっつより解放されるじゃん。解放されてる。え、今の歪みは新しくないですか？なんか、潰し目？潰し、そうですね。どっちかっていうと潰し目、うん、うんうん。深め、うん、な感じっすね。でもなんか、楽々感って終わりましたね。そうですね。そうなんですよ、ね。なんかすごい絶妙なラインだな。なんかどっちかっていうと爪目重めですけど。うんうんうん、まあその。さっきの壁当てが効いてるから。あ、そうですね。そう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 。いけるんですね。そうですね。そうですね。すごいさっきのバンドでも一定でした。うん、ねえなるほど。なんかね。すぐ細かっ。ねえ、うん、ぐらい。こう言いました。ねえ、ね、って言いました、ね。ああ、そう。なんかね。うん。なんか、えあーすごいすごいすごい、うん、こうやって聞いちゃう、なんかすごいヨーデルみたいにガナリ入れてきます。いや、そうっすね。細かいガナリを。細かいっす。そうっすね、そうっすね。ダパパパパパみたいな、うんうん、これ、忙しいんですよ。スキャッチマンみたいな。そう。これだけでも難しい。本当ですよ。カゴから出たぐらいですからね。まあ、確かに。そう。解き放たれてる。解き放たれてますからね。ここね。気持ちいいな。皮肉な音色も入って。これでもやっぱりあれですよね、はい、今だけでもいろんなことやったけど、はい、多分軸足が効いてるんですよ。いや、そうです、ね、だからこう回転してるだけなんだ。あ、そう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 、一生ファールになんないっす。すごい振り返れないやつ。そう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 、これ静かなんです。ああ、そう、すごい今のちょっといいな、うん、あのすっごい細いじゃないですか、うん、これぐらいの感じから、うん、パッとこうパッとね、ここのああ、止まれないいいね、止まれないってね、入ってきた声帯が。これはだから息がこう潜むようなところから、うん、ああ、そうですね、いきなりこうパッとね、いきなり軸足に戻ってきた。そうですね、ここ軸足を外しました。外して、ここ、この辺でやってて、これペイントですよ、アトさんのパッてバスケで、これバスケ部もこれ見逃すやつです。確かに確かに確かに、ここ勉強になるわ、呼気の入れ方が、こうね、そう、うん、だね、これをきっとフェイト、あ、ちょっとファニーなね、これやばいな、どうなってんだろう。なんかでも今の静かなだけでもね、はい、一曲バランス聞きたいですね。本当にそう。おーねー。
途中までめちゃくちゃかなってたじゃないですか。うんうん、で、最後はちょっと抜いてるんですよね、うんうん。どう抜いたんだろうな。なんか息を使い切るみたいなイメージ。わかるわかる。なんか、いや、その、一回ちょっと、うん、言葉が途切れる感じもあったけど。そう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 。でも、がなりは継続したじゃないですか。そうですね。あれだから、ポジションは変えてないんですか？ポジションは変えてますね。うん、開いてるような感じですかね。閉じてた部分を、急に開けるみたいな。それこそフェイントみたいな。あ、で、だから一気に抜くって。そうそうそう。この空気で行くぞ行くぞ、お前行くぞってやりながら、スンってやるから、せき止めてたら、ダムもうパンって。そうそうそう。もう一回聞かせてもらって。そうそうそう。これダム崩壊がなりですよ。崩壊がなり。崩壊がなり。すごいわ。すごい。これ、ああ二段階ぐらい抜けてますね。二段階行ってましたね。要するに、一回、わかりました。よくわかりました。火星体で抜けたやつを、火星体を解き放ち、そうそうそう、星体を抜き。そうそうそう。だんさすがさすが。そうそうそう。段構えで抜けた。これいいね。さすがの耳をお持ちで。いやいやいや。そうそうそう。本当に。二段行ってますね。すごいですよ。二段抜きしました。二段抜きしましたよね。いや、よくわかるな、先生。これでも音楽に乗りましたね。乗りましたね。うん、すごい。これ、高等テクニックっすよ。これすごいっすよね。これね、難しいんだよね。で、これ、こういうテクニックあるじゃないですか。うん、僕も、たまにやるんすけど、うん、あのホイッスルに逃がしたりとかするとき。で、こういうときに必要なのが、手前ミスですけど、リズム感がないと無理なんですよ。うん、あー、なるほど。曲のこのビートに、この抜きが合わさないと、なるほど、なるほど。できないですよね。それは、なんか大事かもね。そうなんですよ。うん、なんか、ぐだってるとこれ無理なんですよ。これさ、なんか、タイミングゲー、これ。ちょっと話変わるわけないんだけど、はいはいはい、ボイストレーニングしてるときで、うん、発声のシャドウしてるときですけど、リズム感がないと、できないですよ。できないです。だから、いやいや。できないです。次をちゃんと、そうです。裏で、そうそうそう。って言いますね。そうそうそう。そうそう。そうでしょ。僕、音ゲーって呼んでるんで。うんうん。音ゲーで、パーフェクトが出ないとダメなんだから。そうそうそう、そうなんですよ、ね。給付がないと、そうそうそう。発声もいかないんですよ。いや、無理無理無理なんですよ。うん、これを、こういく人がめっちゃ多いんですよ。ああ、そうです、ダメだ。もう最悪。こうしてこうだよ。いや、そうです、そうです。こうしてこうだよ。今の感じだと、うん、本当にそう。パン、パン、パーンって。そう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 。そうそうそう。乗ってましたよね。そうです。乗ってないと無理なんですよ。いやー。乗ってないと無理。いや、それもう、激しくわかります、ね。いや、そうそうそう。そうだよ、ね。僕、それ一番最初にやらせますからね。うん、無理だよ、つって。早くやってるじゃ無理だからね、つって、うん。僕も同じこと言うんですけど。そうそうそう。遅くやって、つって。一生懸命だから、そうそうそう。一生懸命やるんですよ。そう、一生懸命なんで、すごい嬉しいんですけど。ちょっと落ち着きます。そうそうそう。それが、ここは、これの究極。究極これです。これ、だからもう、アドさんが証明してくれてる。そうです、そうです。ありがとうございます。この行動テクニックで。いや、本当にそうです。これでもすごい。いや、本当に。これは、なんか全部が合ってないと。本能的にやってる可能性もありますか、ね、あ、そうですよ。これもね。そうです、そうです、そうです。うん、そうです。これも本能ですね。レギュラー完全な軸足ね。そう、軸足、ここが完全軸足。乗りやすいわ。あ、切なクリーンみたいな。うん、おーい、すごいな。うまいっすね、ピョキ。うまい。うん、うまい。うまい。グッて上がった。だから、これ、まあ僕よく言うんですけど、この声帯にこの圧をかけるのが発声なんですけど、ここが、ここまでターゲットにあるんで。あ、そうですね。こういけるんです。そうですね。そうですよ。いや、そうそうそう。そうですよね。そう。わかります。ここ。最後がかっこよすぎる。たっけ、もうほぼホイッスルですね。ヒャっていくのが、最後の決めの音符にしてるっていうのが、さっきのこのリズム感の、僕らが言ってた話と結びつけてちょっと、ね、分かってもらえたら嬉しいです、ね。この長い、声じゃないですか、うん、これは、うん、ロングトーンじゃないですか、うん、ロングトーンなんですけど、この終わりのヒャがもう予定されてるんですよ。そうですよね。このロングトーンの始めの段階でここを見てるんで、うんうんうん、ここは考えてないです、ある種。確かに。ここはもう過去の出来事っていう、あ、まあ確かに、そうイメージ。このここで終わってるんですよね。ここに音ゲーが入ってる。そう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 、そうなんです、そうなんです、っていうのがこれですね。そうそうそう、そういう所業なんです、これ。そう、そうなんです、そうなんです。つまり声帯のコントロールで音ゲーをしないといけないってことですね。そうです、うん。まとまった。だからこんなリズム感もいいんでしょ。いや、そうなんですよね。リズム感やばいな。パーフェクト。パーフェクト。パーフェクト。これがね。いや、すごかった。本当に。し、やっぱ勉強になったし。これでは僕らも、はい。やんなきゃいけないですね。いや、そうです、うん。そうです。頑張りましょう。頑張らないと、練習しないと。うん。ボイトレの大切さを身に染みて分かりました。練習しやすい。相当練習っていうか。練習してます。考えてます。考えてますよ。うん、考えてると思います、本当に、うん。あと、あれです。こんだけがなって、うん、喉心配だなっていう人もいるかもしれないですけど、うん、全然ですよね。そうです、大丈夫です。使い方ですか。使い方なんで、
そうです、そうです。ここに、一日中がなってもね、そうですね、平気な人います。そうですね。携帯ツルツルですね。生き字引ですからね。ツルツルのピカピカの。ありがとうございます。そうですか、ね。そうです。最初びっくりした。使い方ですからね。うん、って感じでですね、ちょっと専門家と私、ボイストレーナーの目線で見てまいりましたけれども、はい、たくさんの、エッセンスが詰まってて、大変素晴らしい動画でございました。ありがとうございました。今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、はい、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとリクエストとかありましたら皆さんぜひコメントに書いてもらって、このアーティストどうですか、この映像どうですか、はい、とかありましたら、いつもチェックしてますんで、いつもありがとうございます。チェックしますんでぜひコメントよろしくお願いします。という感じでまたお会いいたしましょう。バイバイ。